今日は、今タイ航空6人1便で羽田空港に来ました。我々は今日本からタイへ向かう3人なんか並んで仲良くなったので、こちらの日本語の記録を出したいと思って紹介いただきました。しかもブログに紹介させてもらっていただきました。松野さんという、ある会社の経営者の方 と、サラシアさんとしてですね、サラシアさんというあるまたこれもと、サラシア正和さんという、経営者の方とお会いしました。まあ、せっかくなんで、ぜひ松野さんに簡単に、多分そこのブラインドシナイトになっていいかもしれないですけど、そこあの逆行になっちゃうんで、どうぞ。何でも結構ですから、こんな感じ映ってますよ。どうぞ。初めまして、松本さん。このまま先生と、隣になりまして、まあ、私ちょっとの仕事を紹介します。自己紹介します。私はレディースのファッションの、インポートの仕事をやってます。それで、今ですね、ジュニアガーデンズの3階に、ユートリックという店、まあ、営業しております。まあ、もしも皆さんよろしければぜひお立ち寄りください。はい、川崎のご出身なんですよね。川崎の出身です。はい、何年頃ですかね。昭和52年ですかね。ですか、ね、はい、はいはいはい、ありがとうございます。じゃあぜひうちの学生もね、ぜひ来ていただきたいと思います。どうもすみません。あとサラシア社長さん、どうぞお願いします。簡単に、いや、会社内も結構です。紹介することはなかったんですけど、そのユーロリンクのところはうちで知ってます。あ、そうなんですか。そのところぜひ昨日だけでも行ってください。ここは関西学院、明治大学。明治大学さんなんですね。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。ということで、どんな方と知り合うかありますか。